人気ドラマの主題歌を多数手掛け、2024年には自身の人気曲カフェンで初コラボ曲を発表、そしてザ・ファーストテイクに再出演し話題の秋山黄色。彼は一体何者なのか。秋山黄色プロフィール生年月日1996年3月11日出身地栃木県オフィシャルサイト https://www.akiyamakiro.com/twitter/リーキーカイロ tiktok https://www.youtube.com/c/akiyamakiro スタッフ秋山黄色 STF オフィシャル1996年3月11日生まれ栃木県出身のソロアーティスト。アーティスト名の秋山は母親の旧姓、黄色は小学校時代に黄色のを敵視していたことから付けられたあだ名に由来する。学生時代はゲーム実況やボーカロイド動画などにハマっていた引きこもりだったゆう秋山は、中学生の時に TB、軽音のきっかけにベースを弾き始めた。その後ギターを手にして、高校入学後に楽曲制作をスタートや、サウンドクラウドなどネット上で楽曲を発表するようになった。2017年末からは、地元の宇都宮、東京を中心にライブ活動も開始、自らの姿や感情をリアルに投影した歌詞、エーディーなギターサウンドとポップなメロディを軸にした楽曲は徐々に注目を集め、2018年に発表したやさぐれ街道、猿上がり、シティポップが Spotify バイラルチャートの上位にランクイン。秋山黄色、やさぐれ街道、秋山黄色、猿上がり、シティポップ。翌2018年にはサマソニ、ロックインジャパンなどの大型フェスに出演。2020年3月にメジャーファーストアルバム From Drop Out をリリースした。2021年にシングルアイデンティティ、約束のネバーランドシーズンにオープニングテーマを含むセカンドアルバムフィジーポップシンドローム。2022年にはサードアルバム、ワンモアシャボンを発表。一期一遊ツアーと題したツアーを開催した。秋山黄色、アイデンティティ秋山黄色、一期一遊ツアー LV に ZEP 東京 2021.03.10.数、その後も精力的な活動を継続。2022年には、見てくれ、ドラマ、風神子主題歌、サードアルバム、ワンモアシャボンを発表。自身初のホールワンマンを地元、栃木県で成功させ、全国10カ所11公演を開催した。同年11月には、僕のヒーローアカデミア第6期エンディングテーマ、スケッチをリリース。メガボルトの再生数は500万回を突破し、サブスクでも人気を得るなど、秋山黄色の代表曲となった。秋山黄色、スケッチ。2023年3月には、自身初となるソロツアーを東名阪 ZEP にて開催。7月には、ライブ映像作品、一期一遊ツアー LV、4@中野サンプラザホール、新曲、ホタルを配信リリースした。さらに12月には、自身最大規模東京ドームシティホール公演を成功させ、さらなるスケールアップを果たした。秋山黄色、ホタル。そして9月25日には4枚目のフルアルバム、グッドナイトメアを発表。10月から柵を携えた全国10カ所を巡るツアー、秋山黄色ノンレムウォークツアーを開催する。すべて一人で行う制作スタイル、作詞、作曲、演奏、歌唱、録音、ミックスなどを一人で行う自宅録音で楽曲制作を始めた秋山黄色。そのこだわりはアートワークにも及ぶ。現在のスタイルに至ったきっかけは、スピッツのチェリーを弾き語りした際、
メロディや歌詞をうろ覚えのまま歌ってみたら意外と良いなと思ったことだとか。スピッツ、チェリー初期は自分自身や友達のことを歌ったリズムネタのような楽曲が中心で、その後彼自身の的なルーツであるギターロックのテイストを取り入れ、印象的なギターリーフ、生々しいグルーヴ感を称えたサウンドメイク、そしてキャッチーな歌のメロディなどを中心にした作風を作り上げていった。元的に一人で完結する卓録でありながら、まるでバンドのような勢いや迫力が感じられるのも彼の楽曲の特徴である。その時期の自分の状況や感情をダイレクトに反映した歌詞も魅力的で、ファーストアルバム From Drop Out ではミュージシャンとして活動する前の引きこもりだった自分を赤裸々に表現。コロナ禍で制作したセカンドアルバムフィジーポップシンドロームでは、サウンド的にはポップな方向に振りつつ、リスナーに対するメッセージを感じさせる楽曲を増加。常にリアルであることが、秋山黄色が幅広い層のリスナーに支持される最大の理由だと言える。また、SNS で楽曲ができるまでの過程を公開することも。2022年10月19日には、ツイッターで、ファイルまとめてて制作フォルダ開いたら、スケッチができるまで苦しんでた痕跡があったと写真と共に投稿。ファンから苦しんだ分、めちゃめちゃいい曲になってるといったコメントが数多く寄せられた。秋山黄色がカフェンでザ・ファーストテイク出演。秋山黄色が18歳の頃に制作したという楽曲。ファーストアルバム、From Drop Out に収録され、メガボルトの再生回数が2700万回を超える超人気曲だ。秋山黄色、カフェン、アコースティックギターのリフ、打ち込みをベースにしたトラックが絡み合い、鋭利な心地よさを称えた音像が出現。ラテン的なビート、ロックの衝動感、R&B 系のグルーヴを絶妙のバランスで共存させた。秋山黄色のクリエイティビティが存分に発揮された楽曲と言えるだろう。孤独な日々を結晶化させたような最後のお願いを聞いておくれ、僕のことを10秒間だけでいいから教えてよという歌詞も強烈なインパクトを放っている。2022年には声とクラシック楽器だけで向き合うを掲げた With Ensemble、With Ensemble でカフェを披露。シックなアコースティックサウンドによるアレンジによって大きな注目を集めた。秋山黄色カフェン、With Ensemble。 さらに今年9月11日には、デウ、People 1を迎えたコラボ楽曲、カフェン、リミックスフィーチャリングデウを9月11日に配信リリース。秋山黄色がコラボ曲をリリースするのはこれが初となる。しかも新たに歌詞を共作、アレンジも加えることで原曲をさらに鋭利に進化させている。秋山黄色カフェン、リミックスフィーチャリングデウ。そして10月16日にはザ・ファーストテイクに出演しカフェを披露。秋山黄色がザ・ファーストテイクでパフォーマンスするのはモノローグ、2020年2月28日、猿上がり、シティポップ、2020年3月11日に続いて3曲目になる。秋山黄色、モノローグ、ザ・ファーストテイク、秋山黄色から猿上がり、シティポップ、ザ・ファーストテイク、秋山黄色、カフェン、ザ・ファーストテイク。ギターを持ってカメラの前に登場した秋山黄色。ギターのチューニングを確認し、テーブルの上に置かれた PC に触ると、最後のお願いを聞いておくれというフレーズをファルセットで歌い上げる。さらにこの曲の特徴であるリフを奏で、ビート、ギター、ベース、シンセを配置したトラックを重ねた瞬間、楽曲は鋭利なグルーヴとともに疾走感を増していく。
間奏パートではギターに歪み系のエフェクトをかけ、爆音を躍動させながら体を揺らす。曲が進むにつれて集中力を上げ、エモーショナルの度合いを高めていく姿から目が離せない。5分30秒過ぎ、勢い余ってマイクを倒してしまい、自らも仰向け状態に。それでも足先でエフェクターを操作し、囁くような声で、シンクにレモネード、こぼしたというフレーズを奏でたところで、映像は終了。劇場と繊細さがほとばしる、圧巻のパフォーマンスだ。秋山黄色にハマる。人気曲7000、ロンディ・ココア最新アルバム、グッドナイト・メアからの先行配信曲。テーマは、現実と夢が入れ替わる。孤独を抱えた主人公が素直に誰かを愛せる自分、愛する人との理想の関係を思い描く歌詞が心に残る。ファンタジックな世界観を想起させるサウンドから始まり、力強いバンドサウンドへと移行。エンディングに向けて徐々に激しさを増していくアレンジも歌詞の世界観をしっかりと増幅させている。透明感と鋭さを同時に感じさせる歌声にも耳を傾けて欲しい。スケッチ TV、僕のヒーローアカデミア第6期エンディングテーマとして制作され、ファンの両方から高い支持を獲得した代表曲。繊細かつ流麗なピアノのフレーズ、切なさと繊細を内包したメロディから始まる、ミディアムチューンだ。いなくならないでね、君こそねという切実な思いを描いたリリックも素晴らしい。また鋭利なバンドサウンドと美しいストリングスを軸にした音像もエモーショナルな歌声を際立たせている。モノローグファーストアルバム、フロムドロップアウトの先行配信曲として発表し、カンテレ富士系新海洋ドラマ、銃の秘密主題歌としても話題を集めた同曲。僕の知らないその顔は最初から隠していたのというフレーズで引きつけた直後にハードロック調のギターサウンドが炸裂。心地よく跳ねるリズムの中で奏でられるメロディはドラマチックに展開し、サビに入った瞬間に圧倒的な開放感が生まれる。秘密をモチーフにした歌詞を含め表現の幅を大きく広げるきっかけになった一曲。ザ・フォートストテイクでも披露している。秋山黄色、モノローグ、ザ・ファーストテイク、アイデンティティ2021年1月リリースのファーストシングルで、富士、ノイタミナ、約束のネバーランドシーズンにオープニングテーマ。鋭利なギターを中心にしたサウンドは、緻密にして、グルービー。気持ちいい起伏を描く旋律、凛とした強さと称えたボーカルも、極めて魅力的だ。苦しさ、痛みから目をそらさず、好きに生きていたい、選んだ未来なら笑えるならという決意を込めた歌詞は、約、ネバの物語ともリンクしている。原作への愛と自身の性がたっぷり注がれた名曲。猿上がり、シティポップ2018年8月に配信された初期の代表曲。オルタナティブロックの影響が感じられる鋭いギターフレーズに攻撃的なベースライン、疾走感とダイナミズムを同時に放つドラムが加わり、高揚感にあふれたロックチューンに仕上がっている。どこかにあるはずの自分の居場所を求めながら、かろうじて息を吸って吐いているという状況を描いた歌詞は、10代の頃の秋山黄色そのもの。静急で荒々しいボーカルからも初期衝動が伝わってくる。秋山黄色から猿上がり、シティポップ、ザ・ファーストテイク、シャッターチャンス2022年3月リリースのサードアルバム、ワンモアシャボン収録曲。ファンク、ソウル、ジャズのテイストを感じさせるアレンジ、しなやかに律動するメロディラインを軸にした秋山黄色流のダンスチューンだ。ラップを交えたボーカルも心地いいが、この曲の根底にあるのは、夜の終わりに感じる苦みや葛藤。
出口のない痛みに向き合い、もがいてしまう君が誇らしいとリスナーの苦しみを肯定するようなフレーズも強く心に残る。見てくれ2022年2月リリースのシングル、鞘のみで戦う男を主人公にした ABC 朝日ドラマ風神子主題歌だが、特筆すべきはサウンドメイクの巧みさ。精緻な構築美とユニークなアイデアを共存させたアレンジ、意外性に満ちた楽曲展開はキャッチにして独創的。ハイトーンを生かしたメロディ、あえてチープな音を挿入した構成など、リスナーをハッとさせる要素が散りばめられている。ギターロックを基調にした彼の声は、奔放に進化を続けているようだ。同年4月、ウィズアンサンブルでアコースティックバージョンを披露。原曲がどのように変貌を遂げているのか、その違いを楽しんでほしい。秋山黄色から見てくれ、ウィズアンサンブル挑戦し続ける、秋山黄色10月末にはアルバムを携えた、待望のツアー、秋山黄色ノンレムウォークツアーをスタート。初コラボ曲を発表するなど、新しい姿を見せてくれる彼の一層の飛躍に期待したい。テキストバイ森友幸ライブフォトバイ、歩む小杉。秋山黄色の最新記事を読む https://www.thefirstimes.jp/keywords/1039/秋山黄色楽曲リンク。